はーい、ケンさんです。はい、どうも、ありがとうございます。はい、どうも、改めまして、ケンさんでございます。改めたんだね。改めました。ちょっと違うなって。そうね、うん、違ったんだね。慣れないことはしないもんだね。はい、というわけで、はい、気を取り直して、はい、6回目の新潟フレンドも終わりましたけども、はい、まあ、今回ロケというよりはね、うん、あの舞台裏というか、うんうん、この前1月の20日かな、うん、の、 あの NGT8 の単独コンサートの舞台裏を密着みたいな感じでした、うん、やってましたね、うん、なんかあんまりこう NGT ってまだそういうの少ないし、うん、舞台裏見るってなかなかないから、うん、結構楽しめたというか、俺すごい楽しかったですね、うん、ちょっとあの DVD 欲しいなと思うぐらいのね。いや、良かったですよね、うん、で今回初だけど、うん、こう全員出てて、ね、ユキにも出てたし、うん、あれ出てる、出て、まあ、出てるは出てるだからね。確かに、うん、まあだからカトミナとかリカちゃんとかも出てたから、うん、ちょっとねリカちゃん推しとしてはやっと出てきてくれたかと。すごいね、うん、で密着でもね、うん、がっつり出てたし、ね、うんうん、リカちゃんだいぶ今日ピックアップされてます、ね、そうね、あとね、うん、個人的にはノエピってやっぱ濃いなと。ノエピーはもうだってね、うん、いるだけで他のメンバー潰すぐらいの強さあるからね。すごい、もう一言ね、喋るだけで、うん、ああいるみたいな。ノエピーわかるわみたいな、うん、すごいですね。だからいるだけでこう場が明るくなるから、うん、本当にバラエティ班と言っても過言ではないかと思う。そうですね、うん、NGT の中でも多分そういうメンバーって大事だからさ、うんうん、やっぱバラエティどんどんいけるメンバーの一人としてはね、すげえいい位置にいるなと思うんだけどね、毎回。そうですね、うん、あんまり出なかったですけど、まあ、綾香さんもちょっと、あ、そうね、チラッと出てて、ね、よかったです ね、うん、かわいい。今日はもう推しがいっぱい出てたから。そうですね、すげえよかった、ね、うん、あえ太郎が泣いてるところとかね。あえ太郎ね、うん、あんなにおちゃらけてたね。そうね、なんかいいなと思ったのが、それこそなんかロケの時はすごいはっちゃけてたメンバーとかも、うん、やっぱダンスとか歌の練習とかすごい舞台裏 その密着みたいなので前日の様子とかね、うん、すごい良かったなって思って。まあだから切り替えがしっかりできてるっていうのがすごいよね。そうですよね、うん、全然表情も真剣だったし、そう、ね、いいなって思って。それこそこうなんだろう、デビュー当時の、うん、なんかこう会いたかったをすげえ頑張って踊るけど、うん、大人の人たちが全然まだまだ動けてねえぞ、どうなってんだみたいな、うん、一番最初合宿かな、合宿の映像みたいなのを見た時に確かそんな感じだったんだよね、うん、だからそっから見るとやっぱ1年ってすげえね、成長がすごいね、それだけ頑張ってるってことだね。そうだよね、1年だもんね、うん、詰め込んでね、そうね、いろんなとこ行って行事して、うん、まあ、だから何よりもやっぱ公演が強いんじゃないかなと思うけどね。公演ね、うん、劇場公演が、うん、もうだってデビュー曲も決まって、うん、デビューシングルの発売日も決まってるから、うん、次にあるってなるとやっぱ2期とかになってくるわけじゃないですか、はい、だからそういうのも考えるとこれからもっと盛り上がっていくんじゃないかなと。2期ね、うん、そうだよ、2期もあるんで。そうだよ、もう多分ね、近い将来2期が来るはずだから、うん、ね、うん、ちょっとそれも楽しみにしたいと思いますけど、はい、うん、何よりあの悪気見れたから、見えたね、リカちゃんの。そうだね、うん、それが良かったかなと。すごい、あれをフルでこうちゃんと見たいけどね、うん、うん、DVD を、ね、そうね。待ちたいなと思いますが。はい、というわけで今回この辺で終わろうかなと思います。はい、どうもお待ちございました。どうも、てんさんでございました。どうしようどうするか。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。